5分でわかる三浦一族チャンネル、明けましておめでとうございます。七市のゴンベイです。毎週金曜日に動画を上げていましたけど、年末年始遊びすぎたので動画が間に合いませんでした。新年の挨拶および動画が間に合わなかったことに対してのお詫びを申し上げます。有名な武将はメジャーな YouTuber に任して、拙者はこれからも三浦一族の武将や伝承を伝えていきたいと思います。2022年犬吠埼で撮った初日の出です。ゲンチャリに乗って三浦から千葉の犬吠埼まで行ってきました。内房金谷から見る富士山です。地元三浦岬の海南神社で参拝をしてきました。ここの神社は三浦義明が源氏に味方するか平家に味方するかを狐を戦わして占ったと言われている神社です。和田義盛が祀ったと言われている川柳弁財天や源頼朝が植えたと言われている御神木があり、源氏や三浦一族にゆかりのある神社です。1月9日は伊豆箱根鉄道のイベントで北条の里に行ってまいります。患者働きをした動画を作りたいと思います。これからも5分でわかる三浦一族チャンネル七市のゴンベイをよろしくお願いいたします。